ピラミッドの戦いは、エジプト遠征を決行した、ナポレオン率いるフランス軍とオスマン帝国領、エジプトのマムルーク軍が、1798年7月21日に、ナイル西岸のカイロ近郊で行った戦いである。ナポレオンはこの戦いにおいて、画期的な不評の密集法人戦術を、再び実践した。戦場からは、ピラミッドは遠方に見えるだけだったが、 ナポレオンはこの戦いにピラミッドの名をつけた。1798年7月にナポレオンはアレクサンドリアに進攻し、これを占領するとカイロに向かって進んだ。彼はカイロからわずか6キロメートル、ピラミッドから1 5トルの地点でその地を支配するマムルークの軍隊に遭遇した。マムルーク軍はムラード米とイブラヒム米によって指揮され、強力で高度に訓練された。 騎兵隊を有していた。ナポレオンはエジプト軍の中で戦場で考慮すべきは騎兵隊だけであると判断した。彼はこう言って敗下の軍隊を鼓舞した。兵士諸君。あの遺跡の頂から四十世紀の歴史が諸君を見下ろしているナポレオンはムラード軍に向かって前進するよう命じた。ここ師団はそれぞれ中空の長方形の陣形を形成し、 法人の内側には、騎兵隊と物資を置き、四隅二方を配置していた。フランス軍は、定型の陣形を組んで南進した。この陣形は、正方形でなく長方形で、第一と第二の反旅団が前面と後面を形成し、第三の反旅団が左右の側面を支えた。右翼が前を進み、左翼はナイル川で守られていた。ナポレオンは、右から左に土勢。 レニエ、デュギは、ビアル、ボンの、隠し団を配置した。加えて、ドゼエは、西側のすぐ近くにあるビクティルの村を占領するために、少数の文献隊を派遣した。ムラードは、地部隊の右側面をエムバベの村のところでナイル側に密着させた。村は、不評と若干の旧式砲で固められた。配下のマムルーク騎兵隊は、砂漠側の正面に配置された。 第二軍を率いるイブラヒムは、手の届かないナイルガー島岸からなすすべもなく、見守っていた。午後3時30分頃に、マムルーク騎兵は前触れなく、フランス軍に襲いかかった。しかしドゼー・デニエ、デュギワの、各師団の砲人は陣形を崩すことなく、狙いすましたマスケット銃の射撃と砲火で騎兵を撃退した。フランスの陣形に何の影響も与えられず、 不満を覚えたマムルーク騎兵の一部は土勢の別動隊の攻撃に向かったが、これも失敗に終わった。この間、川沿いでは、ボンシガンが渋滞に展開して、エムバベを攻撃した。村に侵入した、ラサール率いる軽騎兵部隊は、守備部隊を散々に打ち破った。川の方向に追い込まれたマムルーク騎兵と不評は川を泳ぎ渡ろうとし、何百人も溺死した。 ナポレオン軍の損害は、戦死29、負傷260だったのに対し、ムラードの損失ははるかに大きく、かけがえのないマムルーク騎兵のうちおよそ3000と、数え切れないほどの不評を失った。ムラードは上、エジプトに逃げ帰り、1799年後半に土税によって相当されるまで活発なゲリラ活動を展開した。騎兵隊の敗北の知らせを受け、 カイロに待機していたマムルーク軍は立て直すためにシリアに逃げ帰った。フランス軍にとってこの勝利は非常に最先の良いものであったが10日後、ナイルの海戦でホレーショネルソン率いるイギリス海軍がフランス海軍を破ったことによりナポレオンの中東征服の野望はついえた。戦場はその後カイロ氏の西の河岸部に飲み込まれ今日では全くその名残をとどめていない。 A.B. スミス・ザ・グリーンヒル・ナポリアーニック、ウォーズデータブック、グリーンヒルブックス、1998、P140、A.B. コネリー、ブランデリングツーグローリー、ナポレオン S ミリタリーキャンペーンズ、ロマリトルフィールドパブ、2006、サードエド、P50。ありがとうございます。